どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけど、はい、今日はダンクの情報いっぱい出てきてきました、はい。はい。このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーグ情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方を見てない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。我々ツイッターとインスタグラムもやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますの、ね、で、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。あと言い忘れたんですけど、はい、ビリー・アイリッシュとジョーダン・ブランドのコラボの続報と、はい、あとドレイクの話の方もあるんですね、はいはいはい、インスタグラムの方で、はい、モータル東京さんの投稿でこういったものがあったんですよね、昨日ね。ああ、ありましたね、はい、でフィアレスがこれ僕にこれ押してくれまして、見た時にこれ明らかにこれモータル東京で、うん、ナイキ SB ダンクハイの、ユニコーンガンダムとバンシーの発売、これ絶対あるよなっていう話なんですよね。まあ匂わせかな。ああ、そうですね、はい、こういったとこがありまして、まあ、うん、このモータル東京っていうのは、まあ、SB を取り扱ってるんですけども、ショップでナイキ SB を発売してるので、はい、おそらくこれ発売あるかなっていう感じなんですよね。そうですね、はい、で気になる発売日なんですけど、はい、まだ出てきてなくて、うん、これモータル東京さんの方でもこういった、まあ、投稿があったんですけど、まあ、今後発売するんだろうなっていうぐらいにしかまだ分からない程度なんですよね、これね。そうですね、はい、で以前にも話しているんですけど、 US のスニーカーズの方で9月の27日に、うん、ユニコーンガンダムのカラーのホワイトのナイキ SB ダンクハイのコラボの発売の情報が来てるって話してもらってるんですよね、はいはい、でバンシーに関してはまだ発売の情報はできないんですけど、ある海外のスニーカー系サイトの方が、うん、いや同じく9月の27日に同時発売されるんじゃないかっていうふうに書いてたので、はい、まあ、アメリカに関してなんですけど、今のところ9月の27日の発売が来てるんですよね。そうですね、はい、でこれスニーカーズの発売なんで、スニーカーズの発売よりおそらくそのスケートボードショップの発売っていうのは前倒しであると思うので、うん、おそらくこのタイミングでこのモータル東京さんがこういった投稿してるので、うん、9月27日より以前に発売されるんじゃないかなと思うんですけどね。ああ、かもしれないですね。はい。で、アメリカのスニーカーズでこういった発売情報が来ているので、うん、日本のスケートボードショップの方で売られた後にですね、まあ、どうしようかわかんないですけど、はい、日本のナイキ .com であったりとか、スニーカーズの発売期待したいですよね。そうですね。はい。まあ、こういった投稿があるので、おそらく日本の発売は間違いないのかなってちょっと思ったりするんですけど、はい。はい。楽しみですよね、これ、ね。楽しみですね。僕もこれ欲しくて。はい。はい。あと、これとね、合わせて、日本ではまだ発売予定はないんですけども、はい、まあ、フィギュアの方もね、はい、海外の方で発売されるということはあります。ので、まあ、今後ちょっとどういう風な形で発売されるのか、ね、調べていきたいなと思うんですけども、はいはい、続いてなんですけども、ナイキダンクローのバイダスゴールドですか。あ、そうですね、はい、以前ご紹介させてもらいました、うん、まあ、こういったカラーの、モデルナイキダンクローを紹介させてもらってたんですけど、はい、アメリカでの発売日が出てきてまして、はい、10月の、ね、1日で出てきてるんですよね。あ、そうなんですね、はい、10月の1日なん で日本の発売って最近アメリカの発売より早いんで出直してくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、はい、まあ、以前にも話してるんですけど、このマイナスゴールドっていうのはちょっと見てもらいたいんですけど、南カリフォルニア大学のこのカラーをね落とし込んでるんじゃないかと思われるような、うん、まあ、デザインになってまして、はい、はい、でこれプラスですね、追加で情報出てたんですけど、これ同じリークアカウントサイトが言ってた情報なんですけど、はい、10月の8日にちょっと見てもらいたいんですけど、以前からNBA の75周年記念モデルで、うん、ナイキダンクローでいくつか発売されるというのをさせてもらってたんですけど、はい、まあ、シューターにそういったデザインが入ってるナイキダンクローが発売されて言ってたんですけど、うん、以前紹介したシカゴ以外にニックスのカラーを落とし込んでるものが出てきているというのをさせてもらってたんですけど、はい、10月の8日で来てましたね、これもね。あ、そうなんですね、はい、アメリカでのリリースが10月の8日で来てたので、うん、まあ、10月の1日と10月の8日に、まあ、1週間おきぐらいですかね、はい、はい、ダンクが発売される情報が来てるんですけど、うん、このリークアカウントサイトの方はダンクウィークっていうふうなことを言ってらっしゃいましたけどね。はいはい、はいはい、でちょっとおさらいになるんですけど、うん、先ほど紹介した、NBA の75周年記念モデルの、うん、ナイキダンクローに関してなんですけど、まあ、ニックス以外に以前シカゴのね発売情報をやらせてもらってるんですけど、うん、はい、まあ、おさらいとしてですね、これも10月の、ね、8日って来てるんですよね、うん、はい、なんでニックスのカラーとこのシカゴのカラーは今のところ10月の8日におそらく同時に発売だと思うんですけど、はい、発売のまあ予定が来てるっていうのと、はい、あと、その1週間後の10月15日になるんですけど、はい、ナイキダンクローの、まあ、アイオワのカラーがね、はい、発売の情報が来てるの で、 そうです、ね、これ来月の、10月の前半戦っていうのは、うん、1週間ごとに欲しいナイキダンクローが出てきてるので、そうですね、ちょっと面白いなって感じなんですけどね。はい、まあ、あくまでもアメリカでの発売の情報になるので、はい、日本の発売の情報っていうのは、まあ、前倒しで来るのか、それともちょっと遅れるのかわかんないですけど、はい、まあ、今後こういったものが控えてるので、楽しみだなっていう話なんですけどね。はい。はい、続いてなんですけども、ナイキダンクローのアイスですか？あ、そうですね。ちょっと見えないですけど、まあ、これクリスマスカラー落とし込んでるような、うん、はい、ナイキダンクローが発売するみたいで、これホリデーシーズンって書いてるんですけど、あれリークアカウントサイトは12月って書いてたので、まあ、クリスマスを彷彿させるデザインで、まあ、シューターの部分が、毛皮なのかちょっと雪が積もってるかのようなデザインを表しているような、うん、
ものになってまして、はいはいはい、で、つま先であったりとか、かかとの部分に、まあ、子供がちょっとね、雪が積もってるところでちょっと遊んでるような感じの刺繍が入っていたりとか、うん、インソールの部分に氷っていうような感じで入ってますよね。はい。で、このアウトソールちょっと見てないんですけど、はい、アウトソールもなんかクリスマスを彷彿させるようなデザインといいますか、このキラキラした感じのものになってまして、まあ、素材はこれベルベット素材になるんじゃないかなちょっと思うんですけど、ね、はい、まあ、こういったクリスマスを彷彿させるナイキダンクローで、まだボックスもちょっと面白いんですよね、これね。このシルバーのボックスに先ほど言った子供がソリで遊んでるようなデザインを落とし込んでるんですけど、そうなんですよね、まあ、おそらくこれ12月になるんじゃないかって書いてたんですけど、はい、まあ、こういった一足が発売されてきてましたね。はい、続いてなんですけども、はい、トラビス・スコットの続報が出てきてるんですか。あ、そうですね、トラビス・スコットが以前履いてったカクサス・ジャックのコラボの、はい、エアトレーナー1ミットの、まあ、続報なんですけど、はい、あるリーカー感動サイトの方が、うん、プラス2色増えて3色発売されるっていう情報が来てるんですよね、うん、あ、そうなんですか。はい、で、モック画像も出てきてまして、以前トラビス・スコットが履いていたモデルのモック画像がこういった形で出てきてまして、うん、あのかかとの部分にカクタスって書いてるんですけど、うん、はいはい、このエアトレーナー1ミットが、これに関してまずね、ホリデーシーズンに発売するっていう情報が来てるんですよね。あ、そうなんですか。で、これあるリーカー感動サイトで別の情報なんですけど、うん、これ12月頃に発売されるっていう情報出てきてたので、はい、おそらく今年の、まあ、年末にかけてに発売されると思うんですけど、はい、このまず見てもらってる1足が今年発売されて、うん、あとの、ね、2足でちょっとこういった木画像が出てきてるんですけど、はい、エアトレーナー1ミットとカクタスジャックのコラボでブラックとグレーのこの2足なんですけど、はい、これがね、春頃に発売できてましたね。なるほど、はい、なんで、まあ、計3つ発売されるんですけど、まあ、今年の終わりにかけてですね、トラビス・スコットが最近履いていた、うん、まあ、茶色のカラーといいますか、まあ、これぞカクタスジャックっていうような感じのカラーを落とし込んでレアトレーナー1ミートに関しては、まあ、今年に発売されてきてるんですけど、まあ、トラビス・スコットなんでやっぱり人気出るんでしょうね。僕ちょっと俺欲しいなと思いましたね、はいはい、値段の方もね、そんなに高くなかったんで、うん、あ、そうなんですね、はい、まあ、発売がね、どういった発売の仕方なのか分かんないんですけど、うん、まあ、日本のスニーカーでも発売されてほしいなと思うんですけど、はい、まだ、はい、今後発売情報が具体的に出てきた場合にはこちらでまた動画の方でお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、はい、続いてなんですけども、ビリー・アイリッシュの方が、ね、はい、はい、ビリー・アイリッシュとジョーダン・ブランドのコラボで、うん、AJKO、AJ15 が発売されるんじゃないかっていう情報をやらせてもらってたんですけど、はい、AJKO に関しては実物の投稿があって、うん、AJ15 に関しては、モック画像やったんですけど、うん、はい、モック画像通りのデザイン、ナイキの方から公式写真ができてまして、はい、先にまあちょっと AJKO の方も、ナイキから公式写真ができてまして、うん、こういった形で来てるんですよね。うん、まあ、以前にも話してるんですけど、うん、ライムグリーンのようなカラーを落とし込んでる、まあ、ビリー・アイリッシュは一時こういった、ね、髪の毛の、ね、色をしてたといいますか、まあ、それを落とし込んでるようなデザインになってるんですけど、はい、それプラス先ほど言った AJ15 に関しても、うん、まあ、ナイキの公式写真ができまして、うん、本当にね、モック通りなんですよね、これ。そうですよね、はい、これに関してはすごくシンプルで、まあ、派手なカラーも使ってなくてですね、そうですね、あ、ちょっと履き口のちょっとアップの画像を見てもらいたいんですけど、うん、ビリー・アイリッシュ あのアイコニックなマークがあるんですけど、まあ、こういった形をマーク あれがね、ちゃんと落とし込んでるデザイン、あのワンポイントだけ入ってるんですよ、はいはいはい、ちょっと分かりにくいんですけど、はい、まあ、こういった風に公式写真が出てきてまして、はい、あと9月の30日じゃないかって思います、以前させてもらってたんですけど、うん、どうもそんな感じみたいですね。あ、2つともそうなんですね。あ、そうですね、はい、で公式写真が出てきてるこの、まあ、2週間前のタイミングを考えると、うん、まあ、9月の30日の発売間違いないと思うんですけど、なるほど、はい、アメリカのスニーカーズに発売情報まだ来てないんですけど、おそらく発売だと思うんですけどね。そうですね、はい、まだこの辺情報が分かれば、はいはい、続いてなんですけれども、ノプタの情報。あ、そうですね、これはね、アメリカのスニーカーズに9月の23日付で来てたんですけど、はい、以前ノクタでなんかゴルフのウェアを放送させるようなデザインのものが出るんじゃないかっていうリークを出してもらってたんですけど、出ましたね、ドクターゴルフっていう名前で本当に出てきてました。あ、そう、本当にゴルフするときに着てもらうようなウェアとか出てきてまして、はいはいはい、このグリーンのジャケットに関しては以前ね、ドレイク自身も着てたんですけど、はい、これ9月の23日にアメリカのスニーカーで着てました、うん、なんでおそらく日本のスニーカーでもこれ販売されると思うんですけど、うん、まあ、気になったキャップぐらいですかね。なるほど、はい、それ以外のこの、まあ、ベストであったりとか、うん、まあ、ちょっとね、僕はよう扱いきれないかなっていう感じということで、はい、キャップぐらいですかね、今のところちょっと気になるなって感じなんですけど、はい、おそらく日本のスニーカーでも来ると思うんですけど、はい、はい、でこの流れでちょっとドレイクの話したいんですけど、うん、ドレイクが以前ですね、ずっとね、半年以上延期になってたアルバムで、うん、サーティストラバーボーイってアルバムをリリースしたんですけど、うん、最初の、リリースされた1週間の間に、はい、61万枚売り上げたらしいんですよ。見てたニュースで、うん、ビルボードチャートのシングルチャートを、うん、まあ、1から10の、うん、
うちにですね、旧作品シングルをね、今ドレイクがね、締めてる状態になってるんですよ。この旧シングルが、このトップ10の中に入ってるっていうのは、ああ、これビートルズ以来の快挙らしくて。あ、そうなんですか。ビートルズがやった記録と並んでるらしいんですよね。はいはいはい。あ、まあ、こういった形でトップチャートのうち、旧作品が入ってるっていう、すごいなっていう感じなんですけど。はい。今日冒頭でご紹介したあのガンダムとナイキ SB ダンクハイのコラボなんですけども、おそらく日本でもね、発売があるんじゃないかなということで、はい、まあ抽選情報だったりとかね、具体的な発売情報っていうのが出てきたタイミングで、また動画のことをお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイノレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing.